こんにちは。今日は秋の購入品を含めた5日間コーデをしていきたいと思います。ぜひね、全部可愛いので最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきたいと思います。はい、こっからナレーションで失礼します。1着目はね、こちらのワンピースなんですけども、この後の全身の動画も出てくるのでちょっと待っててください。こちらのナイトルーティーンの動画でも着てたんですけど、すごい結構どこのですかって聞かれること多くて、私あのショッペリッサで購入しました。この下がプリーツになってて、すごいデザインも可愛いし、これ1枚だけでさらっと着れるのですごい楽で可愛くておすすめです。リボンもね、こうやって前で結べるし後ろでも結べるし、うん、可愛い。アイボリーが個人的には可愛いかなと思ってこの色にしました。靴はあの韓国の通販サイト、靴の通販サイトで買ったんですけど、ちょっと昔すぎていくらか忘れました。はい、次2着目はこちらなんですけど、このオーバータイプのニットですね。これすごい腕も隠れるぐらい、手ももう全部隠れちゃうくらい大きくてすごい可愛いんですよ。下にインナー着て、あとズボンですね、もうショーパンとか履かなきゃあのパンツが丸見えになっちゃうので履いた方がいいです。絶対こんな感じでね、なんか王道モテコーデみたいな感じですよね。白とピンクとブーツで、このブーツも私があのストレッチが効いたあのぴったりめの膝下のブーツを探してて、そしたらようやく出会えました。ルミネストで購入しました。このニットも片方こうやって肩落としても可愛いし、まあ、普通に着てももちろん可愛いし、すごいね、あと生地もふわふわですごい着やすいんですよ。この下にあのスキニーとか履いても絶対可愛いし、結構何にでも合わせられる。寒かったりしたらちょっと長めのジャケットとか着てもすごい可愛いと思うし、こんな感じでね、このコーディネート最近お気に入りでよく着てます。はい、じゃあ次3着目がこちらのセットアップですね。これシャツとズボンとこのリボン3点セットになってるんですよ。で、生地も結構ツルツルしててすごい楽なんですよね。軽くて楽で、でも可愛くて安っぽくも見えないし、こんな感じでもうバッグとかも黒で合わせてオールブラックコーデでするのが最近ハマってます。寒かったらこの上にライダースとか合わせたりとかして、うん、結構着てますね。もう楽で可愛いって最強ですよね。これ確か他の色もあったんですけども、私はブラックが一番可愛いなと思ってこれにしました。結構ね、首元が開いてる感じになってるんですよ。これボタンで調節できるんですけども、すごいスッキリして見えるし、リボンもね調節できるんで後ろで結んでもいいし、どうしてもいいし、おすすめです。リボン外したらまあこんな感じになります。はい、じゃあ次4着目がこちらの中国の通販サイトで買ったジャケットなんですけど、これめちゃくちゃ可愛いですよね。上品に見えるし、生地もちゃんとしっかりしてるんですよ。こんな感じでね、ハイネックのインナーに合わせて着たりとかしたらすごい可愛いんじゃないかなと思います。ボトムはこれ下がズボンになってるんですけど、すごい愛用してます。こんな感じでね、このコーディネートもすごい最近お気に入りです。帽子はなんかどこで買ったかよくわからない、なんか適当に買ったものなので値段とかも忘れちゃったんですけど、すいません。はい、こんな感じですね。もう上品で可愛い。ツイードの柄がすごい可愛くて好きなんですよね。なんか他
他にツイードのジャケットとか可愛いのあったら欲しいなって思ってます。はい、じゃあ次ラストがこちらのとりあえずワンピースなんですけど、これも中国の通販サイトで買ったんですけど、もうデザインがすごい綺麗なんですよね。あと生地もちゃんとしっかりしてるし、ジャケットもこれ中国の通販サイトなんですけど、色味も可愛いし、ワンピースがこれ縦縞ストライプみたいになってるのでスタイルもよく見えるし、結構体のラインに沿ってるんですけども、まあスタイルもよく見えるし、なんか真ん中の単列ボタンも可愛いし、もう中国の通販サイト初めて買ったんですけど、もう愛用しようって思いました。全部可愛かったです。この他にもね結構買ったので、またインスタとか他の動画で載せますね。このジャケットもすごい生地がしっかりしてるんですよ。であとこの色合いが結構ドストライクで、うん、このちょっとベージュ、ピンクベージュみたいな感じなのかな。でね、これ帽子をかぶろうとしてこの髪型なんですけど、ちょっと帽子をかぶるの忘れてました、ごめんなさい。はい、こんな感じ。そうですね、ちょっとまたインスタとかにもコーディネート動画とか、コーディネート動画じゃない写真をまた載せたいなって思ってます。はい、本日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価どうかお願いします。また次の動画でお会いしましょう。あ、帽子かぶってますね、ここでやっとはい、それではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。